おはようございます。モテ高速ミスラ研究所、今日も朝礼やっていきましょう。令和5年1月11日ですか。言ってますか。11日、砂塚森忠さん、おはようございます。森本あかねさん、善くん、おはようございます。山本健太さん、おはようございます。清水信之さん、おはようございます。寺石ゆかさん、おはようございます。中村修平さん、おはようございます。山田友人さん、おはようございます。中島明さん、おはようございます。佐藤直君、おはようございます。さあ、今日は何かがある日では特にないんですけど、昨日ね、中島明が暴挙に出まして、アポロマンのどうでもいい話が三連投っていうね、どうでもいい話三発も連続で聞けるのかっていうね、これは視聴者側のチャレンジですね。本当にどうでもいい話を3本連続聞き続けられるのかという、これは多分そのアポロマンからの挑戦状だと思ってですね、心をまっさらにして、どれほどどうでもいいのかっていうことをね、味わってみたんですけども、意外といけますね。だから3本だってね、まあ何だったら10分で3分ずつのやつをこう10分のひとまとまりの中に3個の話をしていてもいいよねっていう、この間なんか善くんがそういう話し方したよね。なんかその時にまあ分けるか1個ずつ分けるかどうかの問題だと思うんですけど、どっちがいいんですかねどっちがいいのかどうでもいいっていう問題かもしれないけどそもそもね、ただまあアポロマン的には入りと終わりがどうでもええわでまず一回区切るっていう、あのリズムが欲しいからね、一回切った方がいいんでしょうね。あれ大事なんですね、やっぱり。なんていうか、いつもここだけは決めてますっていうパート。まあそれ、自分の一番その機嫌の良くなる入りで入って、すっきりする終わりを決めておけば、その間はそれこそどうでもよくてもいいんだなっていう話だと思うんですよ。これはすごいなんかそのフォーマットとして強力だなと思いました。なんかその周平さんとかもさ、音声配信は才能じゃないって終わるじゃん。前君もね、これからも最高のスプリントテクニックを学んでいきましょうって言って決意で終わるじゃん。だけどそのスプリントの話に限らないことを喋っててもそれで終わるって決めてるっていう、そうするとなんか話し始めのハードルがめちゃくちゃ下がるんですよね。終わりはここに着地すればいいって最初から見えてると、その間はその終わりに結びついてなくても、なんていうの、スタートできちゃうっていう、これはなんかその発信とかアウトプットとかのまあコツに近いのかなって思いましたね。なんかこれはすごく良かったです。本当良かった。話の中身からは特に得られるものはないんだけどいやでもその アポロマンの機嫌の良さとか
元気そうだなみたいのは良かったです。あと夫婦間の心の詰まりがどれだっていう話は良かったです。あ、良かった、あるよねそういうことっていう。そのどっちも悪くないんだけど、なんかその相手にどうされたとか、こっちがどういうこと言っちゃったとか、それで詰まったんだったらまあ謝ればいいとか、誤解を解けばいいとかって話だけど、そうじゃない、どっちも悪くないんだけど、もうなんか詰まってるっていうことは、まあなんだろう、別に夫婦に限らない話だと思うんですけど、なんかモヤモヤすんなみたいなことはね、いやどっちも悪くないけど、でなんかだから謝ったら済むとかっていう分かりやすい話だったらさ謝ればいいんだけど、なんだっけこれっていう、そのそういうことあるよな。取れてよかったな。なんかなんかそれは役に立つかって言ったらどうでもいいけれども、そういうことあるよなって思ったな。なんかなあれだから、どうでもいい話 3個ぐらい聞くと割とちょっといい話になるっていうことかもしれないね。ガススタで日本語でお手伝いしても、ちょっと海外の方なんで使い方わかんないと、でちょっと使い方間違っちゃった時にとっさの一言っていう、これはまあ大喜利じゃないと思うんですけど、とっさの一言ってまあ出てこないよねって、でなんか出てこないだろうなって思うことを誰か別の人がやってたりすると、あそれかみたいなことだよね。あれね、俺だったらもういっちょって言っちゃうと思いますけど、海外の人なのに、もういっちょもういっちょって言っちゃうと思う。勢いで分かってもらう、必ずしも言語で通じなきゃいけないのかって言ったら、もう目的さえ達成すれば、いやこうだよこうじゃなくてこうだよが相手に伝わりさえすればいいっていうことでいくと、多分何でもいいんですよ。何と言っても。だけど店長はワンモアって言ったっていうね。でそしてアポロマンは感銘を受けたという、そのとっさの一言がすげえわかるね。まあなんかつなげたら意味あるかっていうとそうでもないんだけど、3つ聞くとなんかどうでもいい話を3つ聞いただけなんだけど、一つ一つはどうでもいいなっていう、あ今日もお元気そうに機嫌よく喋ってはるわっていう話でしかないんだけど、アンプロも元気でよかったっていう、ただそれだけなんですけど、なんか3つ味わうと贅沢した気がします。3本立てぐらいがちょうどいいんですね。なんか昔のアニメとかみたいな、サザエさんとかちびまる子ちゃんぐらいの感じですか。でもなんかまあ誰でもいい話なりにちょっと久しぶりだったじゃないですか。久しぶりっていうほど引っ張るほど、引っ張って楽しみにしてたっていうほどの話ではないのだが、久しぶりに聞くとやっぱり上がりますね。聞くだけでね、あれはなんかやっぱりちょっと流行ってほしいな。なんか俺的にはもうちょい流行ってもいいんじゃないかな。どれぐらい聞かれてるんですかね。20人ぐらいなんですか、僕らと一緒なのかな。もうスタイフのこう仕様なのか、あまりバズらないようにできてますけど、まあね本当に聞きたくなる相性の合うその人だけが聞いてるっていう安心感の方が大事じゃ大事なんですけどね。なんかアポロマンの話結構いいと思うんだよね。
なんでかっていうと、あれ聞いたらみんなその発信に対するハードルが下がるじゃん。これぐらいでもつぶやいていいんだという、まあだからツイッターってそういうものなんだよね。なんか本当に何でもいいこと、本当に初期の頃ね、本当にどうでもいいことだけどログとしてつぶやくっていうのが集まって、人数が多くなってくるとなんか割と流れが見えてくるみたいなその話で、だから一つ一つのツイートはそんなに意味なくていいっていう、ご飯食べたなうとかなんかそういう時代があって、まあ今だいぶそのオピニオンがですね、オピニオンってそのかっこつけて英語にしましたけど、意見とか主張とかっていう話になってくると、まあちょっとなんかあの僕もやるけどあまりその誰でも参加できるかって言ったらちょっと匿名じゃないと怖いですっていう人もすげえ気持ちわかるっていうか、だけどスタエフはすごく安全性が高いから、あの初期の頃のツイッターの平和さっていうか、まあハードルの低さも含めてちょうどいいんだろうなっていう。だからでアポロマンスタイルは本当になんかそのこれでいいよっていうのが示されるとみんな続々音声配信を始めるんじゃないかっていう感じですよ。だからそういう意味で流行ってほしいなっていう、まあだからアポロマンスタイルをみんながやればいいんじゃないっていうふうに感じるってことかな。でやっぱりなんかそのあのどうでもいい話と言いながら、あのそこかしこにちょろっとアポロマンはやっぱりこういうふうに思ってんだろうなっていう、そのあんまり意見とか主張とか入れてないんだけど、こういうことがありました、どうでもいいわって言ってるだけなんだけど、聞いてる方はその文脈とか行間をなんとなく感じて、アポロマンやっぱりちょっとこういうこと思う人なんだなとか、こういう人なんじゃないかっていうのが少しずつあの主張されてないけど感じ取れるようなあの意見っていうほどじゃない意見、でもそこの方がなんかなんていうのかな、ダイレクトに言葉にしちゃうと野暮だけども、このシーンを切り取ってで面白いよねっていう、どうでもいいんだけどねって言いながらそれをチョイスしたっていうところには多分アポロマンの価値観があるんです。で今日もご機嫌よくお仕事しましたとか、トラブルあったけどあの乗り越えましたとか、そういうことだよね。でそれでなんとなくこう価値観とか意見が伝わっていくっていうところが実はなんか割と大きいんじゃないですかね。なんかね、そうするとなんか積み上がっていくと聞いてる人は会いたくなってくるっていう、これはこれはなんて言うんですかね、すごく平和かついいことだよね。なんかね、多分初対面でアポロマンに会って緊張する人がいないと思うんですよ、あれを聞いてる人は。多分ですけど普段あれを聞いててアポロマンに初対面で会って、まあ人によるかもしれんけど相当緊張しにくくなるよね、あれだけ、伝わってると。で全くどういう人かわからない、いつもどうでもいいことばっかり喋ってるから全くどういう意見の人かわからないかっていうとそうでもないじゃん。もうなんか割とあ割とこういう優しさのある人だとか、こういう意見の人だとか、こういう価値観の人だとかっていうのがもう20回も聞くとですね、ある程度わかる気がする。これはなんか
面白い実験ですね。あんまりそういうことって今まで気づいてなかったですね、僕は。そりゃ全君にも真似されるだけのことはある。だからああいう大人になりたいなの一人だと思うんですよね。面白いもんで、どうでもいい話して、なんかそのあれだけこう、善くんはさ小学校4年生だけども、常になんかね、あの彼の話はあの年上に目が向いてんですよね。昨日も6年生の話とかしてましたけど、受験の話とかね、その前もあの年上の6年生の男子と6年生の女子がこうだったっていう話をしたりするじゃないですか。でまあ年下は年下で可愛いって話も過去してたけど、全く上を見てるなっていうで、年上の大人があのこうしてる、ああしてる、それを真似してみる、真似してみるとこうだ、あ意外と難しいんだこれとか、そういう話結構ちょいちょい出てくるよね。なんかそう、なんか子供にそういうおしゃべりの話題を提供するのはめちゃくちゃ教育上いいよね。だからアポロマンはすごい教育者です。僕から言いますとね、でそのつもりがないところがいいですよね。だって多分ね、その学校の先生であれ毎日放送をしてて、あのどうでもいい話をよなよなして、で朝学校来たら割とちゃんと黒板で勉強教えてくれたらめちゃくちゃ良くない？すげえいいと思うんだけどね。まあ今日も僕これから娘の学童保育のキッズってとこでお世話になってるんですけど、まあ、そこでなんか集まりやって、なんか運営方針のご説明とかお聞きしたりとかっていう、半年に1回ずつぐらいの集まりがあって、本当ね、会うと普段ね全然接する機会がないので、預かっていただいて本当にありがたいので、そのたまにお会いして感謝をお伝えする以外になんかこう接点がないのがね、逆にこう申し訳ないってことじゃないですけどもどかしいですよね。なんかね、もっとつながっていられればお互いこうなんだろうな、スムーズに向こう側もやりやすいと思うんですよね。こっちなんか気使われちゃうのもなんか違うでしょうし、でもそれってなんかこっちが何を思ってるとか言ってるとかっていうのを感じてるとか受け取ってるとか感謝してるとか本当にありがたいと思ってますみたいなことを、レスポンスを感じ取る接点が向こう側にないとね、なんか一生懸命運営されてサービスを提供している側としてはこれでいいのかなってなっちゃうよねと思って、でそれはなんかそのかといってここなんていうの、毎回毎回アンケート取ってられないし、どうやったらこう自然にお互い考えてって感じていることが徐々に自然にこう伝わっていて、それはちょっとまだ飛びすぎなのかな、ちょっと先なのかなっていうね。そうなんかアポロ、世の中の人がみんなアポロマンくらい仕事もオンの時は別にいいですよ、そのままちゃんとやっていただいたらいいんですけど、オフの時の本当俺はこう思ったわっていうオフトークですよね、あれはね。
どうでもいい話なんだけどね、こう思ってんだよねっていうのをお互い知っとくとさ、でいつでも見れるっていう、聞くでも聞かないでもないけど、まあもし仮にその接点があったり付き合いがあったりしたらいつでも聞けるっていう状態になってるわけじゃないですか。そういう、前提がね、なんか欲しいんですよね。そう、そのね、あのアプロマンのどうでもいい話を聞くたびに、まあ俺はただ単に消費者でもあるんだけど、あのエンタメの消費者でもあるんだけど、あのあれを広めたいっていう割と強い気持ちがあるんですよ。例えば学校の先生がやってくれたらなって思うし、どこどこでお世話になってるあの人もこれくらいのことを普段、例えば喋ったらそういうこと言ってんだよ、言ってんの、そういう人なのっていうね。でそれが残ってたら、で日常もきっとそういう人なんだから、そういうアウトプットがあるはずなんですよ。どこかしかで、別に僕と会ってない時だって、それ聞きたいなっていう人がたくさんいるんですよね。でお世話になってる人ほどそういう話が聞きたい、でもお世話になってる人ほどそういう話が出しづらいっていうのが多分現状なんです。でよほどその、立場が確保されたり、発信の舞台が整えられたり、大舞台に上がれるようなこうステージの人っていうかさ、なんかその肩書きだったり、そういう人だけが挨拶の場とかがあって、そこでは半分ぐらいしか本音を言ってない感じの挨拶を聞きするみたいな感じになっちゃうんですよね。お会を拝見してこう、あ、こういう話し方でこういうご挨拶でお話を聞きできてよかったですとはその場では思うんだけど、そっちじゃなくて、でまあその必ずしもトップの方の話だけではなくて、そこに関わってサポートされているそれぞれのスタッフさんがまっすぐ感じたことをちょっとずつ聞きたいっていう感じですかね。でそれはそんな大舞台じゃない方がいいわけじゃないですか、聞きやすいわけじゃないですか、その日常っぽいわけで受け取りやすいんですよ、軽い方が、ポップでライトな方が。でお茶して笑ってる時のでまあなんていうことでもないんですけどねって思ってる時の一番機嫌のいい状態のおしゃべりっていうか、それが本当は一番受け取りたいことだと思うんですよね。お互いね。それはまあ僕もいろんな人のそういうのが知りたいし、僕と関わってる人の相手にとっても僕が普段もこういう人で、今あなたの目の前でもこういう人っていう一致度が多分大事で。挨拶とか舞台とか授業とか、プレゼンの場みたいな感じだと基本なんかその普段そんなやつじゃないじゃんっていう俺が出てきてすっげえカッコつけて喋りするみたいなことをやって、めちゃくちゃ素晴らしい成果ですみたいなことを研究してすごいことが分かりましたみたいな、そんな話ばっかりしてると距離がどんどん遠くなってっちゃうじゃないですか。その例えば人付き合いみたいな話でいくと距離遠くしたら理解されにくくなっちゃうんですよ。喋ってる内容も例えばそれこそなんか昨日の昨日だっけ、昨日一昨日あるんかな、その
伝えたいことがあって伝わる割合はごく一部だっていうところをずっとここのところ話してますけど、じゃ上手に喋って綺麗なスライド作って舞台整えて演出してドーンってやると、よりそのクオリティの高いプレゼンテーションを作ることはできるんですけど、聞き手と心がこう離れるっていうリスクが高くなるんですよね。聞き手がその立食パーティーの目の前で喋っててこういうことがあったんですよっていう話の方がむしろよっぽど理解される可能性があるけど、プレゼンですんげー遠くの舞台でかい舞台でこうスポッター見て大音量のマイクでみたいなことをで、まあ理路整然と練り上げられたプレゼンをバーンって披露して分かるかって言ったら、めっちゃ心が遠いから理解できるというふうになんかあんまり思わないんじゃないかな、理解が浅くなっちゃうような気がするんですよね。今日も話せば話すほど瞑想している感がありますがこれはね、一重にアンプロマンが3本もどうでもいい話をしたからですねということで、でも機嫌良ければいいかっていうことです、言いたいことは、はい、ということで皆さん他にも、でもね俺ねサロンの中で皆さんそれぞれ投稿してくださったりとか、サロンの中だけじゃなくて公にスタンド FM で喋ったりとかあっていろいろね、すごくこの3ヶ月でやってくださいましたけど、僕やっぱりなんかなんていうのかな、情報のアウトプットって正しいとか濃度が高いとか論理的であるとかそういうのがこう価値あるという言われる世界で、まあその研究者だからそれが求められるこう物差しだらけの世界でまあお仕事しているんですけど、もうなんか断然その物差し外した方がアウトプットとしてはこう価値ある、価値を感じてるんですよ僕はね。濃度とか正しさとか論理とかじゃないっていう、どっちかというと鮮度とか情報の鮮度が高くて、今はそう思ってますっていう話の方がよっぽど僕には価値が高いんですよね。あ、友人さんおはようございます診療所の開ける直前の、ね、準備中なんでしょうか。そう、なんか論理的に正しいとか情報の濃度が濃いとか理路整然とスムーズにとかっていう情報にはもうなんかそれに価値がないわけじゃないんですけど、それでは処理しきれない問題の方が多いと思うんですよね。なぜならその社会環境がガンガン変わって正解を求めてないっていう、問題を見つけて、それの問題の納得解の方が大事だから、過去の正解とかにあんまり意味がないわけじゃないけど、そっち欲しいってあんまり思ってないっていう、まあ本当にそれが欲しい時はググればいいじゃないっていう世界になってて、じゃあなんかその本当の情報って俺にとって何なのかなと思ったら、本当にサロン内の情報ほど俺にとってこう鮮度が高くて美味しいっていうか、味わい深いというか鮮度の方が大事だよねっていう、本当にリアルタイムの本当にそう思ってますとか、今これを勉強したいと思ったからしたんです、でしてみたらこういうことが分かって、それは例えば過去にもう僕は、ま、知ってた話かもしれないじゃないですか。例えばね、知らなかったら知らなかったでへそういうこと学んだんだで、それも価値だけど、知ってた話だとしても、まあ、例えば友人さんが倫理学を勉強してこういうこと思ったんですよっ
ていう鮮度の方が、今そう思ってるっていう鮮度の方が僕にはなんか価値があるっていうことをね、サロン内で一番感じてんですよね。でもファクトはファクトで、こう僕にとってはこう目の前でいくらでも記録して残っていて、でそのファクトと友人さんとか、まあサロンメンバーさんのこうみんなが発信する鮮度の高い情報で、その間に僕の意見だったり感想だったりが出てくるっていうのをこう多分毎日やってることだと思うんですよね。この例えば朝礼で僕が喋ってるっていうのは、話すこと何も決めてないけど、僕に起きたファクトが僕の中にはもともとあって、でサロンメンバーさんがこうそれぞれ発信している中身っていうのは、サロンメンバーにとって今日の学びになったことで、それに対してどう思ったのか、まあ、その情報の鮮度の高いやつで、正確性とかよりも濃度とか、スムーズかとかじゃなくて、まとまってない状態の、うん、今これ学んでんですよっていう、そのどっちもふわっとしたものの間に、あ、それ両方合わせて考えますと私今こう感じておりますっていうのが今日この条例で毎回やってる話なんですよね。だいたいそうなってるなっていう、でそうしようと思ったわけじゃないんだけど、でもこれが非常に僕のこう頭をですね、満たしてて、すごく満足させてくれててだからついでんでしょうね、うん、だからその話はこう最初と最後で瞑想したりよくするじゃないですか。でも俺瞑想してる時の方が俺の中では頭の中の充足感は高いんですよ。なんかその聞く方が大変かもしれないけど、この話何なのかなみたいな感じだけど、でも友人さんが例えばとてもいい感じだと受け取ってくれるっていうのは、多分似たようなことが例えばその、動物病院で飼い主さんをお相手にしてたら、飼い主さんに起こったファクトと、まあ、自分が見ている獣医としての動物に起きているファクトと、その間に自分のこう見立てというか、それがこう浮かび上がってきて、でそれをこう飼い主さんとすり合わせるみたいなことを多分やってる、似たようなことやってるんですよね多分ね。あんまり言語ができないけど、でもルーティンワークではないし、プログラムで誰でもできることではないっていうのはそういうことだと思うんですよね。なんかそれの方が魅力があって、自分の頭を使う価値を感じるっていうか、どういう競技なのかよくわからないけど、なんかそのそこに取り組みたくさせるものがやっぱりあるんですよね。競技を定義できないけど、みんなもやってるはずなんで、どっかでそういう研究と呼ぶべきなのかわかんないけど、どこかしらでそういうことやってるはずなんだよ。で僕今たまたまこの朝礼っていう、フレームを使ってなんか毎日形にして記録してるけど、誰しもみんなその感じのこうファクトと鮮度の高い情報の間に何を感じたっていう、このこうループがこうぐる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 回っていて、自分の意見が主張がっていう話なんですよね。確かにその連続だし、積み重ねることで洗練されていってるし、正解ではないけど納得感を探し続けているですねと。そうなので、その納得感を探し続けるプロセスの大部分が記録されないっていうことに、可能性を感じてるんですよ。記録すればって思ってるっていうことなんです。記録したら次のステージ見えんじゃないっていうね。これ野望ではなくて興味ですね。研究テーマとしての興味なんですよね。野望ではなくて、でなんかすごくそれ素敵なんじゃないっていう
まあそういう提案を多分僕はこのオンラインサロンで徐々にしつつある気がするんですよね。でなんかそれが最初からこういうので集まろうぜとかこういうことをやろうぜって言って集まってないメンバーの皆様なのだが、なんとなく皆さんが大体そういうことをやっているっていうことがですね、これやっぱりなんかそのなんか近づいてるぞと、ちょっといい方向に近づいてんじゃないかっていうね、手応えを感じるというそういうのもあるのかな。ということで今日も皆さん一日どなたどう笑いますでしょうか。ユジンさん今日もご機嫌でお過ごしください。じゃあまたね。